こんにちは、Kストリームです。13時になりました。つくばエキスプレス柏の葉キャンパス駅前ららぽーと1階から生放送でお送りします。それではまず今日のプログラムを紹介します。最初に食中毒、家庭でできる予防法を料理講師の大木田陽子さんに教えていただきます。次に待ち人オンステージ、ゆうなプラスさんの生演奏です。後ほどまた登場していただきます。お楽しみに。最後に柏の葉ニュースです。それでは最初のコーナーです。食中毒、家庭でできる予防法を教えていただきます。ご紹介させていただきます。料理講師の大木田陽子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年は梅雨入りが早かったので特にリスクが高まるかと思うんですけれども、この時期食中毒が心配なんですけれども、基本的なところから教えていただけますか。はい、まず最初に食材を触れるときは石鹸でしっかり手を洗って、ただ正しい手の洗い方をした方がいいと思います。まず手を濡らして、石鹸の泡を立てて手のひら、手の甲、それから指の間、親指、指先の爪、手首までしっかり洗って泡を洗い流します。そして最後に清潔なタオルで水を拭き取ってください。で、手や指にもし傷がある場合とか手が荒れている場合はバンドエイドや、それから必ず、手袋を使うことを忘れないでください。あと、野菜やお魚など水であれば野菜などは使い分けるといいです。で、まあ、こういう違う、今こちらに出てますけども、いろんな100円ショップでも安いの出てますので、種類ごとに使い分ける、お魚用とそれからお肉用、それから野菜用と果物用と分けるといいです。あと、もし同じまな板を使う場合には匂いの、強くないもの、例えばキャベツとかキュウリを先に切って、その後匂いの強い玉ねぎなど、あとその後にお魚、お肉を使うといいですね。で、それを使い終わった後は必ず、洗って、それから、漂白剤に一晩つけて、それから熱湯で消毒して日光に干したらしたりしてもいいですね。あと大切なのはスポンジとか布巾ですね、はい、お家で使うときに、はい、スポンジを使ったら必ずきれいに洗って絞って、お天気のいい日は外に干した方がいいと思います。スポンジも外に干すということですね。そうですね。なかなかそこまではしていらっしゃる方少ないのかななんて思ったりするんですけども、かなり今は梅雨時でちょっと今日はね、はい、特にお天気悪いですけども、いいお天気の日は風通し、はい、それは変えるっていうこと、はい、ですからお家の家庭に合わせて、人数に合わせて麦茶を作り置きするときは考えた方がいいと思います。なるほど。じゃあ、お水はもうそのまま飲んでも大丈夫なんですけども、はい、本当に気をつけないとお水も腐るということですよね。そうですね、はい、開封したものは特に気をつけなければいけないですよね。そうですね、はい、はい、わかりました。
あと具体的な調理法についてお伺いしたいんですけれども、お肉は特に心配なんですが、お肉の調理法で何か気をつけた方がいいことっていうのはありますか？はい、お肉は生食以外はもうほとんど全部加熱できるものは十分に中心部まで完全に火を通します。で、例えばとんかつなんかをした時に中まで火が通ってないことありますね。そういう時はオーブントースターで表面をホイルで囲って、それでオーブントースターにする。それからハンバーグなんかは、先に電子レンジをかけて、それからフライパンで焼くといいかもしれないですね。はい、完全に火を通してください。あ、わかりました。もう中まで完全に火を通すというのが大切ですね。はいはい、お魚なんかはいかがですか？お魚はやっぱり生、特に夏これからは生食する場合には残ったものが心配なんですね。で、その場合は必ずマリネにしたりとか、茹でたり焼いたり、でお魚の切り身なんかも完全に中まで火が通るように焼いて召し上がってください。はい、わかりました。じゃあお刺身なんかがもし残ってしまった場合は、うん、次の日はそのまま食べないで、そうですね、必ず調理をして、そうです、はい、火を通してからまた食べるということですね。はい、はい、わかりました。それからこの時期特に心配なお弁当なんですけれども、お弁当で気をつけることを教えてください。はい、お弁当を作る場合で注意しなくてはいけないのは、まずお弁当を作ったら粗熱を取って冷ましてからお弁当箱に入れて、あとわさびシート、今ここに抗菌シートって出てますけども、こういうものを入れたりとか保冷シートなどを入れるといいですね。それからこれからの時期は酢とか、それから梅干しなんかも使うといいです。酢ですと甘酢にお野菜をつけて、それをお弁当箱に入れるなんかもいいです。あとそれから夕食の残り、夕飯の残りを次の日のお弁当にしたいときに必ず冷蔵庫に入れて、それから次の日の朝電子レンジか加熱をしてから使うことが必要です。あと皆さん若いお母さんたちはおにぎりを持っていくと思うんですけども、おにぎりを作る場合には素手ではなくて必ずラップで握る。そしてラップで握ったものを必ずお皿に一度置いて冷まして、それからまた別のラップに包むっていうようなやり方が必要ですね。はい、わかりました。お弁当なんかはどうせ冷めてしまうからと思って再加熱しないこともあるかなと思うんですけども、必ず再加熱をしてそれを冷ましてから持っていくというのが大切なんですね。そうですね。だからもしできましたら全部作ったおかずを平たいお皿に全部並べて冷めてからお弁当箱に入れた方が一番いいかなと思いますね。あ、はい、わかりました。あと他になんかこうお酢ですとか、はい、梅干し以外に有効な食材っていうのはあるんですか？あ、やっぱり酢が一番、あとお塩なんかもね。だから、梅干しを入れてご飯を炊く場合もあるし、はい、お酢を入れてからご飯を炊くっていう場合もありますよね。なるほど。もうご飯自体に梅干しですとかお酢を混ぜてしまって、ね、もう抗菌してしまう、はい、ということですよね。そうですね。はい、わかりました。ありがとうございます。食中毒っていうのはとっても気になるんですけれども、菌がゼロの生活は無理だと思うんですよね。それであまり気にしすぎて神経質になりすぎても良くないかなと思うんですけれども、いかがですか？そうですね、すごく清潔にするのはいいんですけども、菌が全くないっていう状態はありえませんので、ペットとか飼ってたりとか、あとテーブルで食べる場合に必ずテーブルを拭くんですけども、そういう時にこういう重曹なんかですと、もう一回拭かなくていいわけです。そのまま害もないから。あと、アルコール消毒とかいろんなのあります。ただその度に先ほど、はい、一番最初にタオルはしょっちゅう変えた方がいいですよって言ったのは、はい、結構家では湿ったままのタオルをそのままかけていくことが多いんですね。それで言っただけで、はいはい、あまり頻繁にシートを使ったりとか、はい、までする必要は、よそのお家に行った時にちょっとそういうのも問題になりますのでね。そうですね、よそのお家に行けなくなりますよね。はい、そうですね。あとよそのお家のご飯が食べられないということになると、ね、ちょっと交友関係にもひびが入ってしまいますものね。はい、じゃあほどほどにということで、そうですね、はいはい、それぞれ気をつけて行っていただければと思います。この重曹なんかは、お口に入っても安心ですか？そうですね、はい、はい、
重曹は粉でも売ってますから、例えば冷蔵庫の中の匂いを取りたい場合に、その、まあ、プリン の, あの殻の、はい、をプラスチックの中に重曹の粉を入れて置いといたら匂いが取れるとか、あとゴミ箱の下にゴミ箱の中に新聞紙を引いて重曹を全部振り入れといて、はい、それをまあ匂い消しのために虫も来ないっていうこともできますね。なんか結構ね、コバエみたいなものが来たりとか、ね、どこからともなくやってくる、気になったりしますもんね。その重曹をさらにお洗濯なんかに使えば、お掃除とかに使えば、全く無駄がないですよね。はい、わかりました。先生ありがとうございました。料理講師の大北陽子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではお待たせしました、まちびとオンステージ、ゆうなプラスさんです。オープニングにも演奏していただきましたが、フルート小早川貴子さん、ピアノ宮本文恵さんです。それではどうぞ。
ありがとうございます。ユーナプラスという、ユニットとして活動しています。ユーナプラスというのをご紹介させていただきますと、もともとは愉快な仲間たちプラスというユニットで、2008年からずっと活動してきたんですが、メンバーは柏市、我孫子市、野田市などの、統括地域で音楽活動をしているプロのミュージシャンだけを集めて、さまざまな、バリエーションで音楽活動をしています。今日は、ピアノ宮本文江で、フルートの早川貴子の2人で、お邪魔していますが、そうですね、チラシの方を、置かせていただいていますが、今月の29日に、駅の反対側にありますアゴラというレストランで、スプリングライブというかボサノバライブをやるんですが、その時に、パーカッションの、男の子と3人でユニットを組んでライブを、ボサノバを中心に演奏させていただきます。ただいまの曲は愛は陽炎のようにというちょっと、そうですね、アラフォー世代の皆さんの大好きな曲を1曲お届けしました。次は、皆さん誰もが知っているあのルパン三世のテーマの中から、89年版をお届けしたいと思います。
ありがとうございました、今のは、本当ならもうちょっとね長い感じのしっとりした感じの曲なんですが、ちょっとショートバージョンで美味しいとこ取りの89年版のルパン三世のテーマをお聴きいただきました。はい、それでは次の曲が3ちょっと早くなりそうですかね次の曲で一応最後の曲というふうに考えていたんですが、思った以上にちょっとギリギリでもないのでまた考えます。やりながら考えましょうはい、そうですね、次の曲というのが、皆さんご存知の、キルティッシュウーマン、ケルティッシュウーマンの、はい、You Raise Me Up という曲なんですが、この曲はもともと民謡、イギリス民謡の中でねカバーされている曲で、日本語に訳すとあなた一人、私一人では生きていなくて、あなたがいて私がいてみんながいることでこの世の中、成り立っているのよ、あなたたちがいるから私もこの世の中で生きているのよという、実はとっても深い意味を持つ、歌詞の曲ですが、まあ、英語でね歌われてるのでなかなかそんなことを考えながら、聞くことはないと思いますが、絆ということをね最近よく言われていますが、そんな絆を元に、テーマにした曲というのをちょっと頭の隅っこに、思い描きながら聴いていただきたいなというふうに思います。 You Raise Me Up です。
6月、そして、ちょっと告知なんですが、8月の4日夏休み中に我孫子にあります我孫子カントリークラブゴルフ場の近くにあります、木漏れ日という近隣センターにて、ライブも行いますので、ぜひ、お立ち寄りいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。素敵なフルートでしたね。はい、柏の葉最新ニュースです。今日は、柏の葉最新ニュースの内容は千葉県民の日、6月の15日なんですけれども、今年は土曜日なんで、いろいろな各地で催しがありますので、ですね、詳しいことは千葉県民だよりですね、千葉県民だよりと、もしくは県、県民交流文化課、ホームページなどをご覧ください。2つ目の内容なんですけれども、今度は商工柏にも乗られてるんですけれども、あ、すいません、今ねちょっとねネットの方ですか、続けていいですか。はい。学生さんは今年は土曜日なのでお休みじゃなくてちょっと残念ですけれども、まあ、いろいろな催しが開催されますので、ぜひお出かけください。無料の施設もありますので行ってみてください。あと、商工柏の方に載ってるんですけれども、今年、手賀沼ってありますよね、手賀沼で、毎年花火を行われてたんですけれども、まあ、いろいろ震災の影響とかありまして2年間お休みしてたんですね。あ、そうなんですね。はい。で、我孫子会場と柏会場の3カ所で今まで上がってたんですけれども、今年は3カ所増えて6カ所に。素晴らしいです。柏で6カ所同時に上がるそうです。それで、ですね、場所が、刀根運動広場、あとこれはなんていうんですかね、仮想航空基地、あとは東大のキャンパスのグラウンドで同時だそうなので、ものすごく盛大に行われるそうなので、とっても楽しみです。花火大会の情報はまた、近づいてきましたらKストリームでもご連絡したいと思いますのでお願いします。はい、今日はちょっと最新ニュースこんなものなんですけれども、はい、次回は6月の18日火曜日、UDCK の方からお送りします。はい、今日は、柏の葉キャンパスにありますララポートの1階特設会場よりお送りしました。ありがとうございました。また来週お願いします。見てください。